お疲れ様です。今日はですね、こちらの 2.6 億の保護ラーバーにしてみたいにやってきます。はい、こちらですね、なんかいろんなパターンがあるそうです。このホグの枠ですよね、ホグの枠を、まあ、メガナイトとかスパーキー、スケラー、まあ、それこそゴブリンバレル、バルーン、まあ攻めカードですね。まあぶっちゃけ気をつけとかでもいいのかな、わかんない。エレジアイとか、まあ、ペッカ、ゴーレム、無限にあるんですけども、ロイホグとか、それのね、今日はラバ版をやっていきます。で、意外とね、このラバっていうのがね、結構強い方なんですよ。それがよ、そう、びっくり。この26の、まあ、ホグの枠なんで、言ったらね、ロイホグとか、まあそういったね、カードの方が強そうって思うかもしんないんですけど、まあそれはもちろん強いですよ。けど、そう、数ある中で、このラバ版っていうのはね、結構優秀な方で、比較的このホグ以外でやるにはやりやすいカードだと思ってます、僕の中では。はい、ということで環境ぶっ壊れエレジャー行きましたね。友達はクマ、クマちゃんね、よろしく。で、マジでね、このラバでじゃあどうやって削るのっていうんですけど、思うかもしれないですけど、ラバです。はい、ラバはラバで削るんですよ。ラバで削れるんでね。さあ、トルネからのクエイクか、マスクが、おー、これ残らないんで、今ぶっちゃけ残ると思ったんですよね。だいぶ打っちゃうか、もったいないけど。さあ、トルネクエイクで大砲が壊れちまう。だからクエイクで大砲って壊れるか、やべ全然把握できてなかった。よいしょ。さあ、大砲置いて、マスケも出してあげて、よいしょ。前手のエレジャイとか、まあ何でもですよ、ドリルとかホグとか全てに出しちゃ、結局この 2.6 億なので、形自体はそう普通に守れるんで、あー、でもこれ守れねえな。きっちこの位置の大砲甘えたかな、やべえ。この序盤のミラーエレジャやばい。まあでも凍らして、よし。いや、まあ耐えた方なんじゃない、わかんねえけど。まああとはラバ出すだけなんでね、あと相手の対空がわかんねえな。ほんともうラバで削れるんで、ちょ、ラバ出したいんですけども、相手の攻めが強すぎて、エレジャイが、高回転エレジャイがもう化け物すぎてやばい。よいしょ。まあ、ラバ出していこう。まあ、クエイクなのもちょっと厄介ですね。よいしょ。さあ、来た。寄せて。まあ、右は気持ちね、やや許容もできるんですよ。ややね。マジのややだけど。でこれ実はね、ラバが結構入ってるんですよ。よしよし、これラバ削れて、はい、ラバで削っていくのよラバしかいないんでね。まあでも相手も対空いねえから同じですよ。女対空というか、なんだ、同じ、なんていうの、チンパお互いも攻めのみみたいなデッキラバパピー一生飛んでる、一生飛んでる。あっ、キャッ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 さあ、守ることさえできれば、あ、でもパピーの処理がうまい。守ることさえできれば、このね、じわ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 ラバが削っていくのよね。なんなん施設さえも壊せるとね、これ諦めたんじゃないのか、相手諦めたんじゃないか。さあ、このパピーをエリジェで受ける、受けれるのか、残ってるぞ。いや、トルネでいや、でもタイムリミットが迫ってきますね。オッケー、じり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 ラバ削りデッキです。はい、これをやっていきます。まあ、相手のね、インドとか来たら、まあ、ファイブアイスとか、まあ、なんでもですよ。別に対空何がいいようが、結局ラバでしか削れないんで。まあ、ラバの下にアイゴレとか潜ませると、ラバが破裂した瞬間に、まあ、ターゲットがアイゴレに行って、パピーが結構生きるとかはね、あると思うんですけど、まあ、基本的にはもう、ラバ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 です。さあ、まあでもこれでやっぱ勝てるってなると、結局ね、この 2.6 億のこの形がすごい優秀なんだなっていうのをね、思い知らされますね。まあ、アイゴレだけちょっとなんか、ちょっとなんかね、他でもいいんじゃないかっていう。守れねえ、エレジェイが。さあ、ゴルナイハゲ野郎来ましたね。いや、まじ最近やばいな、もうゴルナイいすぎてさ、突進食らいすぎて、マジでハゲって呼んでるもん。
ゴールラインのこと。体も見た目これやばいよね。強すぎるもん。まあ大砲もね。まあゴルナイロイじゃこれちょっと特殊っすね。おお。しかもライトニング、いやめっちゃ特殊。いやなんで？これボムタワーエレキのなんか変なのいたんすよね。エレキベビー、エレキメガゴだっけ？ワンチャンそれかな。これ相手ケツロイなんでワンチャンもう一周来るんで。そうっすね、他から入った方がいいっすね。あーハンティングビーストか。まあハンターはやだね。でもこれハンターやったら8枚ラバー行きたくなっちゃうな。あーいやーこれやばいんだよな。いやーソライニットいねえだろなんて弱いなこの形絶対。いやでもいいんだよいいんだよ、これでいいね。よし、でかいでかいでかい。しかもこのアイグロをね潜ませていこう。このアイグロちょっといいぞ。うわーちょっとやばい、それ大変間に合わんな。うわー結構いい攻めきたな。ターゲット変われ。痛い。いやでもいや結構入ってる結構入ってる結構入ってる。お互い様ね、お互い様ってことね。相手は別にライトニングもあるんでね、ぶっちゃけ。まあライト打ってもらうか。まあ100打ってくるだろう、打ってこねえな。いやなんか守れてはいるんだけど、ウッドで落ちないもんな。あれライト打たせられるっすね。かロイが来るか。僕はもう右削っちゃう。ドライト打ってくるっすね。飛来神でみたいな。いやスケの飛来神できねえ。まあまあ仲良く。いちいち効果渋いな、でも。きつい。きついとしか思えねえな、これ。いやー、耐えて、ゴルナイのハゲのダッシュだけね。ハンターがね、マジずるいな、あれ。ハンター5ウッドとかでしばき、あ、やべえ、マジザーネクばあちゃん忘れてた。やってんな、俺。結構やべえぞ、これ。凍らせろ。いや、言うて今のでこれで抑えられるもんな。ファイブ削りか、もう。いや、うまいな、相手。やべえって、それやべえって。いやこれマジか。なんか負けた気せんなんだけどな。なんで負けたんだろう。なんかライトニング削り VS ファイブ削りで負けたみたいな。ちょっと負けた気しねえな。いやなんかめっちゃきついのすごい倒してきたんですよ、インドラとかファルチとか。いやなんでー
やろっつう。いやでもマイティ熱い。さあリベンジだ。いや結構勝てる印象あるんですけどね。よろしく、ちょっと集中してこう、集中。ラバ出して守るだけっすよ、だって本当に守るだけだからな、このデッキ。まあ、ホグかロイホグか、おー枯渇かもしかして。マイティって枯渇ぐらいにしか入らないやろ。やべ、まあまあ、さあまあこれサイクル上の事故みたいなもんなんで、まあ高回転吹き矢かな、空いているのは。よし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 、これだってもうラーバ出して吹き矢に打って打ったあと防衛、吹き矢に5打ったあと防衛でもいいや。よし来た、俺のターンですこれ。止まんねえだろラーバハンド。いやーマジそれずる、マイティ出しとるやん。なんでマイティ出しとんのにもう一回攻めれるわけ。本気でチャンピオン強い。さあミラーも入ってますね。まあ2周目にウッド打ちたいけど、どうだろう。まあ吹き矢に5打って、1周目のバレルユニット2周目ウッドが理想。インフェだったら GG。 吹き矢かな、ほら暗いこのラバ削りで。いやでも結構ダメージ入ってんな。よしよしよいしょー、本物の強みからの俺のターンでーす。こっから、いや吹き矢強っ、危ねー、だいぶ置いとってもいい。ワンチャンロケが来るかもなんでね、嫌なんでね。いや1周目ウッドだったかなこれ。ミラー来そうだね。でもあれ、あ残るんかあいつ。そういえばミラーウッドで死なねえんだな。まあ関係ねえか、お主タイプきついやろ。これだって残ってるからな、1周目温存の。よし、あー勝った勝った勝った、俺勝ったでしょ、どっからどう見ても。よいしょ、はいこれが、いやファイスミスってる。よし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 、これなんならホグだったら多分負けてるからね。ホグだったら相手の高回転大砲とか施設でダメージ取らなくて、そう結局なんか苦しくて負けてる気がするんで、ナイスのラップ。いやいいよこのね、やっぱラバが飛んでる時間が最高よ。相手の何もできない感じ、ラバがじわ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 、本当にじわじわ削ってるだけなんでね、この感じがたまらんのですよね。さあホバリング、まあラバかシエンタルフか。まあラバだったらラバ対決ってこと。ああウッドは珍しいぞ、シエンタルフでもタレだもん。おうクローンか、なんだこれ、ムートホバウッドか。何エリパパマザネックでも出てくんの、メガナイト添えて。あーそんな感じの来たな、やだな。ファイブウッドで壊す、いやファイブ使わない方がいい気がしたね。なんかいる気がしたもん絶対。あーめんどくせえなめんどくせえの来たわ。まあでもこれ多分最初いいぞ、だって相手のだからラバ出さなきゃさ、小屋に5打ってウッド削ってホバに5打ってタワで守ってしとけばいいだけでしょこれ。あー楽ちんだこれ、ガイモだ、ガイモで。あーそれめんどくさいな。さあこれなんかねアイスピで完封できるんですよ。あーできなかった、ミスった。よいしょ、いや一発強よ。
許容許容、親は許容。マザネクに敗北したいんだね俺は。まあ、出てこんかったら打っちゃう。守ればいいもんねこの後ぶっちゃけ。うん、いやマスケ強っ、マジで壊れてる。よし、一旦ラバ出すか。出さなくてもいいかなと思ったけど、やっぱ出した方が良さそうっすね。あれウッドで壊したいな、ファイボと。まあさすがにあれこっちにファイボ打つよな。やべえ、キモい試合してる。マザネが来たらファイボ打つだけ。ラバ削るタイム来てる。いいよ、全残りしてる。いけ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 、パピー攻めが可愛い。いやでもなんかこれされるとうざいよね、このなんか高回転さ。いや美味しい、あれウッドで飛ぶやん、マジで美味しい。これ防衛硬すぎるだろっつってね。しかもあれね、誘われてんのかなこれ。あームートこんにちは。あマザネクにファイブね、マザネクにファイブだけ徹底して、ゴブガイに打っただけ徹底して、なんか別のやつも来たな。ほらおい、どうよどうよどうよ、いけいけラバ、タワーを殴るんだお前は。よしで一旦落ち着いて、いや地味だがそれでいい、それがいいねんな。さ呪文で削ってこのダメージさえ防げばいいからね、俺は。事故が嫌ならファイブ打ち。いや待ってよ、俺相手のタワーにさ呪文打たんとさタイブレイクで負けそう。相手誘ってんなそれ。おーやばい、高回転呪文削り対決始まった。でも俺ぐらいになると節約する。パパこんにちはですよねー、トゥッ、よいしょよいしょよいしょ、よく頑張りました。ラバ削りおめでとうございます。あぶねよしよしよし、なんかラバってなんかねちょうどいいんだよね、この何なんだろうね、なんかわかんないけどちょうどいいのよね、マジで地味なの。毎ターン2300とか入っても1000とか、この地味な感じがねよりいいんだよね、癖になるね。よし、いやトロアゲデッキとして使えるぞ。なんかさっきから10なんちゃらみたいな名前多いな、気のせいか。さあ削っていくか、序盤の削りも大事。削ってすることなかったら、あーハンティングね、ロイだな。ハンターレスピでロイじゃなかったらもう知らん、うん、キョロイしかねえだろうな。それヤンキーライトですけどね、ぶっちゃけアドでしかないんで。ラバ展開いきます。で、まあ、ハンター単品か、ハンターザッピーか、ハンターマザネクって感じかな。相手の呪文は。よいしょ。なんで、アチャクイーン、わぁ、アチャクイーンってやつ、もしかしてこれやだな、ひょろいな。まで入ってちゃったよ。いやでも結構ダメージ入ってんじゃない。
さあもう一回マスケにあなたライトニング打ちなよってね出してあげます。で打ったら逮捕ですね。打ってないのに逮捕出したらこれライトに行かれるんで、まあ出すなら位置を変えなきゃ危ないですね。うん、いや待てよ、いやハンターはぶっ飛ばせんねん、あちゃくいよ。え2枚あんのよ、しかもめんどっちいよこれは。またこれはまためどっちいよ。いやマスケから入ってもあちゃくいでしばかれんで、ラバでいいや。ロイ来そう。うん、飛ばせ。邪魔すんじゃねえよラバキスリのよ。ほら、いや待って結構入ってんぞ、ガチ結構入ってんの。いやーこのスキーな、いや美味しい。これ突破できないよそれじゃ。 OK。 いやでもこっからね攻めたいけど、攻めるのもちょっと難くなってくんな。よしよしよし、一旦ね、ふぅ。やばい、いや SP 頑張ってる。いやーこのマスク延命やめるか。いやーいいよ、落ち着いて。鉄壁すぎるだろこれ。いやもうファイブ気づいた、これラバ邪魔。気づいた気づいた、ラバ邪魔です。これファイブ削り、相手はもう気づいたな、これ邪魔。相手も同じ邪魔だわ。ロイジャイ邪魔って言ってるよ相手も。あうまい、よし呪文圏内かか。おーいナイス、いやこれ勝てんのやばいな、これ勝てんのやばいよね。あ着ヤンタいて、なんならホグイじゃなくてよかったんじゃないかなっていう、トリトミとしてね。よしよしナイス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 。さあということでこのね26のラバ版ちょっといろいろやってみようかな。またね、ラバがすごい強いらしいので、ちょっとみんなもねぜひやってみてください。よくやぶちゃんの声がままお願いします。ではお疲れちゃんです。またね。